はい、谷口壮志です。はい、村山素直です。よっちんです。はい、何やりますか、今日は。シュメレフ聞き取れない今のは聞き取れない。塩豆大福ね、うん、塩豆、これ正午盛りの塩豆大福。ちょっとね、今回は番外編として、あの正午盛り あのロールケーキがすごい美味しかったじゃないですか。そう、だからあそこにあると全部美味しいんじゃないかということで、これも結構評判がいいと、うん、看板商品と言われてたので、うんうん、今度はこれが焼酎に合うと、そういうことを検証していこうかなと思いま す,、うん、ますよね。で、焼酎を何使おうかというのがあるんですけど、よっちん、もうよっちん決めちゃって。高田酒造の朝霧の花です。おお、でもいいかもしんない、うん、香り系だし、うん、これ塩大福なので、こう味としては多分さっぱり系だと思う、うんうん、そこにこう香りをプラスされるというので、ちょっと食べましょうか。はい、スマ焼酎チャンネル。うわ、もちもちじゃん、ね、これってロールケーキの次におすすめってね、言われてきたね。こんな感じかな。わー、裏わ、たっぷりあんこ、あんこが入ってる。ちょっと4等分にしとこう。うん、みんなで食べましょう、うん、ガツンってかけよでもさ、ちょっともちもち感も残したいね。こんぐらいがいいな。なるほど、うん、オッケー、うん、すごいあんこぎっしり。いただきます。歯が、うんうん、うん、元の味わかんないからね。はい、ブツブツ言わない。はい、行くよ、目合わせてカメラの目線でなんて言えばいいどんな感じ。いや、まずこれって香り系じゃないですか、うんうんうん、だからやっぱその香りがこう引き立つんだけど、うん、その中にあんこの甘みがグッとあるんだけど、うん、なんかちょっとやっぱ塩、塩ちょっとしょっぱいから、それもアクセントになって、うん、やっぱ焼酎に合うと思うんです。ほんと、だから結果として合うってこと。そういうこと。ほんとかな、ほんとかな私嘘つかないしじゃあ食べてみようかな。食べてみてください。はい、食べてみます。じゃあ、こういってみようか。いただきます。うん、一瞬香るけど、これやっぱさっぱりしてるから、うん、こっちの味の方が良くなってくる。喋れんね、これね。喋れんでしょ、うん、いや、めっちゃこれ単体でめっちゃ美味しいじゃん、これ、うん、あんこが結構甘すぎず、うん、さっぱりしてる。これね、もう少しかけた方がいいと思う、うん、もう少しかけてみますか、すいません、はい、これもうちょっとかけてるよ、本当に、うん、うん、そうかも。この、うん、ボリュームがあるので、うん、最初の香りめっちゃ美味しかった。でもね、うん、美味しい。かってかかって、うん、浸すね。いただきます。うまいよ、普通にうまいよ。よしよし、俺の下りはこれでいい。マジョチューチャンネル。視聴者プレゼントのですね、応募方法の仕方についてお話しさせていただきたいと思います。クマジョチューファンクラブと探してみてください。プレゼントのお申し込みはその下です。その下の黒いところ、こちらをですね選択していただいてですね、でこちらから入っていただきますと、自動的にですねプレゼントの応募のエントリーがエントリーになりますので、それで我々がですねくじ引きでこのですね、プレゼントをですねお送りさせていただきます。このボタンを選択する、そこから選んでいただいて、そこからですねお申し込みをよろしくお願いします。くま焼酎チャンネル。あ、ほら、わー、美味しそう。ほんと、全然違う。あ、すごい匂いが。 OK、 仲良くなってます。なった、うん、その時めっちゃ美味しくない、うん、びっくり